さあ、第4ジェネレーション行きましょうか。ちょっと待って。あ、やっぱ倒すと弾出すんだ、こいつ。ちょっと待って。こいつを倒して、ボムゲットして、てか、ボムで倒して、結局、プラマイゼロにはなるけど。多分、あーって、そこで当たるか。さあ、どうなったんだっけ。ちょっと待って。なかなか弾、これでも多いの？ちょっと待って。ここ、ちょっと待って。どいつだっけ？こいつ？もういいよ。こんなの狙ってもしょうがないもん。うわー、ちょっと待って。危ない、危ない。あ、ライフルゲットした。エステンド。ちょっと待って。なんやかんやでなぜかボムが出てきてた。で、サクさんに紛れてボムが出てきてた。危ない。レーザーもそんなに完全に空気になってんな。レーザー無限に使える。お前だね。お前だ。おい。ここなんですけど、なぜか、アンチがあるっていうことを知ってしまった。あ、そうだ、グレーズだから、グレーズだから結構有効できるのか。あ、じゃあおーい、マジかよ。とりあえずね、クリエイターのね、クリエイターのプレイ動画もね、ちょっと見たんですけどね。いや、あそこアンチがあったんですね。っていうか、それが知らなかった。ここだっけ？あれ？これじゃないんだ。まあ、いいや、無理狙わない。ここだっけ？いや、ボムも、オッケー、ライフゲット。ライフは嬉しいな。ボムも嬉しいけど。でも、ボム使ってボムゲットするって若干微妙ですよね。まあ、ここら辺は普通に。危ない。ああ、やべやべ、危ない。危なかった。レーザーもちょっと少ないな、やっぱり。数的に。ちょっと待って、前回のようなヘマはしたくない。いやー、危ない。ギリギリジェネレーションシフトした。てか、結局、なんか大して進化しねえけど、いいかも。久々に普通のレーザー使った気がする。怖いの怖いんだけど。ちょっと待って、危ない。いやー、ちょっと待って。危ない。あー、上、もう。おい。でもこいつの攻撃結構怖いんだよな。なんやかんや、ザンキ結構落としてる。うわ、危ねえ。地味にこいつの攻撃がマジでやらしい。この赤とオレンジのやつが。うわ、この青いのも嫌だ。ちょっと待って。レーザー、今、レーザーメインでやるんだけど、ちょっと、当たっちゃったよ。オッケー、倒せた。ステンドは、一応した。そして、ボムも一個増えた。今回こそ絶対クリアしたい。本当に。はい、ファイナルジェネレーション行きましょう。ファイナルジェネレーションなんやかんや長いからね。持久戦ですね、完全に。さあ、ここは、ちょっと待って、危ねえ。なんだけどレーザー結構あるのになんで使わないし俺。ああ、当たっちゃった。コンボ数増やしたいんだけど。ああ、レーザー切れる、切れる。危ない、危ない。おー、ちょっと待って、危ない。ギリギリにアップした。350コンボ若干微妙そうじゃないか。よくわかんないけど。自分今まで何コンボ言ってたのか覚えてないんですよね。ちょっと待って。危ねえ。ちょっと待って。レーザーがないのが辛い。レーザーがないの、ちょっと待って。Z キーの存在完全に忘れてた。ちょっと、こいつを倒せば確か、なんか落としてたはずなんだけど、なんだっけ。あれなんも落とさなかった。もしか取ったか忘れたけど、わかるいよ。あんまり無駄に奇数は減らしたくないけどね。ただ俺の技量でそれが果たしてできるかといったら本当に微妙です。シューティングそんな得意ってわけでもないんですよ。クリエイターのプレイ時に回避結構うまいですねってコメントはいただきましたけど、正直自分でも微妙だと思ってますからね。ライフゲット。正直ここら辺もうまく避けられる自信がなくなってきてる節がある。ちょっと待って。あんま下にいたら場所がわかんなくなるからな。っていうか、わーだマジでこれ。マジでこれきつい。特にレベル3あたりから辛くなってくるんですよね。レベル3っていうかサードジェネレーションあたりから本当にきつくなってくる。ちょっとコンボを狙ってく。ああ、レーザー切れてた。いや、ここどうしよう、狙おうかな。今回はちょっとライフの都合上狙えなかった。いってー、それないわ。前回はライフの都合上狙えなかったんですけど、ちょっと待って。レーザーも使ってみて。よし、黄色じゃ緑でいこうかな。あれちょっと待って。全部2個に戻った。ちょっと待って。具体的に何がどう面倒くさいのか、俺には分かんないんだけど、ちょっと待って。あ、ちょ、危ない。今、緑に当たってた。一応ね、ここね、色揃えれば、ボーナスが手に入るんですけどね。おーっとです。ちょっと待って。お前そっち行くんだ。しかも全部回避できた。オッケー。おー、ちょっとね、あー、しまった。あー、危ねえ。さあ、いやー、ちょっと結構弾増えるのがね、ここきついのかな。ちょっとね、時間かかる。やべえ、もう時間がねえ。ちょっと待って。しかも、1個だけ青が残ってたのが、いっちゃえ。あれ？うわー、やっちゃった。もういいや。とりあえず今回避に専念しよう。ああ、これ無理だな。はい、残念でした。